椿だぜ。チカなのよ。今回はレトロゲームから離れて PS4 版のシムズ4をプレイしてもらうわよ。プレイ動画というよりは紹介動画になるな。そうね。そもそもクリアという概念も乏しいの。キャラを作って、家を作って、そこに住まわせて観察したり、つっついたりするゲームなのよ。何が面白いのかよくわからないが、気がつけば数時間吹っ飛んでる変なゲームだ。つばちか。それでは早速ゲーム開始なのよ。まずはキャラクリだ。家を作っても住む人間がいなきゃ何も始まらないのだぜ。今回は椿さんと私並みキャラを作るのよ。人数が多いほど有利になるんだっけ？一概には言えないわね。世帯として考えれば労働人口が多いほど世帯収入が増えるので金銭面では安定するわ。その一方で大きな家が必要になるので、家の維持費が高くなるわね。それに人が多いとそれだけトラブルも増えるのよ。うちも割と大家族なんだが、姉とのトラブルは避けられないのだぜ。とりあえず1キャラ目、ランダム生成のキャラをもとに、いろいろといじっていくのよ。まずは名前だな。アメリカ的な世界観なので、先に名前、次に名字なのよ。アイネームイズ椿笹川。マイネームでしょ、バカチン。次は肌の色を変更だ。エイリアンぶっ殺してそう。次は髪型だな。こんな感じか。ゴーリキ。次は初期衣装だな。衣装は状況に応じて自動的に着替えてくれるの。カジュアルやフォーマル、パーティー用から水着や就寝用などを個別に設定できるのよ。服装は後からでも変更できるので適当でいいよな。次は特性の設定だな。キャラ固有の性格のようなものね。ここの設定によって仕事の適性や他人との相性なんかに大きな差が出るの。最初の願望ってのがキャラ固有のゴール的なものになるんだよな。願望に応じたボーナスも得られるのでキャラクリの中でも重要な要素になるわ。じゃあ運動で。椿さんの人生目標は地上最強の生物になること。能力はスリムな体型を維持しやすいだ。地味な能力だな。本作はアメリカ的な世界観なので、油断するとすぐにブクブクと太ってしまうのよ。それは恐ろしいな。お次は好きな色とか嫌いな色の設定。緑は嫌いと。そこは嘘でも好きだと言いなさい。好みの問題ではあるのだけど、ゲーム的に考えると嫌いなものはない方が生きやすい世界なのよ。好きなものを何個選べとかではないんだな。好きも嫌いも1ポイントとして数えられるの。最大で50個まで好きか嫌いかを設定できるわ。好きな趣味と仕事が一致していればいいんだな。趣味と仕事が一致していれば趣味で能力を伸ばしつつ、仕事でも活躍できて成果を出しやすくなるわ。まあ今回は建築パートをメインで遊ぶので、キャラクリは適当に済ませてちょうだいね。よし、キャラクリ完成だ。椿さんの夢は地上最強の生物。自信家でアクティブ、そして大食いなのよ。大食いってマイナス要素じゃないのか？空腹を嫌うという面ではマイナス要素だけど、食べ物の品質を問わなくなるという利点があるのよ。なるほど、質より量ってことだな。パートナーのチカちゃんも作ったぞ。私の名前は小暮チカです。夢は世界一の金持ちになること。ビジネスの才があるけど、怠け者のお宅で物質主義者なのってひどい扱いね。大体やってるだろう。否定はできないわね。これで準備ができたな。ゲームスタートなのよ。最初に住むワールドを選ぶのよ。緑豊かなエリアか砂漠地帯が選べるわ。一番右のエリアはすっからかんなので、区域を丸ごと作りたい人向けなのよ。とりあえず安定の初期エリアだ。すでに建築済みの家屋を買うこともできるけど、今回はサラチを選んで一から家を建てるのよ。予算は2万2000シムオリオン。一番安い土地はここか。多少狭くても上方向や地下に拡張すれば大丈夫よ。二人で住むだけなら小さい家で十分だしな。予算内で最低限文化的な家屋を作成するのよ。見事にサラチだな。
今は生活モードという状態なの。家を作るには建築モードに変更するのよ。このボタンだな。画面左下に建築ツールがまとまっているの。ここから壁や床、屋根などの様々なパーツが選択できるわ。とりあえずは基本となる壁の設置よ。壁ができればドアや窓をつけられる。四角く囲めば部屋ができるって寸法だな。ツールの中には最初から部屋を作る設定もあるわ。よし、壁ができたぞ。この壁から直角に壁を引けば角ができた。設置後であっても撤去すれば予算は戻るので、適当にガンガン作業しても問題はないのよ。早速だが家具を設置だ。場所を決めてしまわないと部屋の広さも決められないからな。真っ先に便所を設置するのね。一番大事。小惑星の中では最初に便所を作れと教わった。違うゲームだけどよし。トイレも最低限必要な設備の一つではあるわ。あとは風呂とキッチン、寝る場所があれば大丈夫だな。休日や夜間の娯楽として最低限のリビングにテレビくらいは必要なのよ。そうだった。来客にも対応しないといけないからな。アメリカ的な世界観なので定期的にパーティーも開くのよ。よし、トイレが完成した。小部屋を連結してここに手洗いくらいはつけておかないとな。隣の細長い部屋は何に使うのかしら。風呂だ。水回りは固めるのがセオリーだろう。トイレっぽいドアをつけよう。本作には水回りの配管という概念はないので、ぶっちゃけ家のどこにでも風呂とトイレは設置できるわ。そうか、配管不要なら固める必要はないのか。シムは洗い物の際に一番近い水場を使用するの。なので動線がうまく確保できていないと、食器の洗い物をトイレで行うような機構も見られるわ。それは嫌だな。食事用のテーブルはキッチンのシンクに近いのが理想よ。よし、トイレに手洗いを設置するぞ。置ける場所がない。オブジェクトを設置するには部屋が狭すぎた。建築ツールから部屋そのものを選択するの。その矢印をクイッと引っ張れば部屋の拡張が可能よ。よし、一番安いシンクを設置だ。安価な家具は信頼性が低く、すぐに壊れてしまうのよ。普通のバスタブも設置だ。壁で区切って風呂場とする。風呂場っぽいガラスのスライドドアを設置するぞ。これでよし。洗濯機はないのか。洗濯という概念がない世界なのよ。後で解説するのだけど、 DLC を入れることで洗濯の概念と洗濯機、性格による脱衣の癖などが追加できるわ。脱衣の癖ってなんだよ。脱いだ服をそのあたりにほっぽり出す人もいれば、毎回きちんとカゴに入れる人もいるでしょう。なるほど、そういう意味か。次はお風呂の前に足拭きマットを置くぜ。そういう小物は装飾品で特に意味は持っていないのよ。気持ち的に大事だろう。脱衣所にはタオルくらい置いてないとな。こういう石鹸とかシャンプーのセット大事だろう。トイレにトイレットペーパーがないとかも嫌だしな。なくてもどうにかしちゃうのがシム。細部にこだわるのも大事なことだけど、予算には気をつけてちょうだい。まだ全然残っているぜ。全部使ってはダメなのよ。そうなのか。そのお金は私たちの全財産なの。家に全部っぱしたら明日食べるものにも困ってしまうのよ。それはそうだな。とりあえずトイレと風呂が形になった。風呂場の見通しが良すぎ問題。脱衣所のドアまで透明にする必要はないでしょう。言われてみれば確かにそうだな。とりあえず大まかに残りの部屋を設置していくぜ。この2つの部屋は私たちの私室だ。個室がもらえるのね。この時点で都内なら10万超えの物件だ。知らんけど。玄関ドア設置。玄関開けると廊下が見えるのは日本的な価値観。海外では玄関からリビングに直な家も多いよな。フルハウスで見た。あの家は裏口もリビングに直結してたな。あのロケ地の家、4億円で売りに出されたそうよ。ほとんど付加価値だろう。窓が設置されて少し家っぽくなってきたわね。次はキッチンだな。
なんやかんやで結構お金のかかる部屋よ。冷蔵庫にコンロ、流しにテーブルや椅子、構成部品が多いな。一応廊下とは分離して、少し大きめにリビングを用意しておこうか。でかすぎでしょ。妙に縦長い部屋になるな。調整の結果がこちら。キッチンの方を広く取ることにしたぜ。冷蔵庫設置。アマゾンと直結しているのか、何かを取り出すたびにお金が必要なのよ。3D プリンターみたいなものだと思えばすごくハイテクだな。作った料理ももちろん保存できるわよ。憧れのカウンターキッチン。椅子の設置場所が分かりやすいテーブル。バーテンダーのスキル上げにも使えるのよ。部屋にベッドも設置だ。これで一応は生きていけるな。私の部屋にはパソコンが必要なの。ないと生きていけないのよ。了解だ。でも残り6000くらいしかないので高いパソコンは買えないぞ。あとは照明器具を設置して壁を塗れば完成だな。照明器具は多いほど明るくなるけど、光熱費にも直結するので無駄な設置は避けるのよ。最終的にはリビングとキッチンが合体した。なんちゃってダイニング。トイレと風呂には独立した照明が必要だろう。次は壁を塗るのよ。ツールから壁紙を選択するのよ。便所の壁はタイルだろう。風呂の壁もタイルだ。キッチンの壁もタイルにしたいが、生活空間でもあるので無難な壁紙を選ぶぜ。廊下も同じ壁紙ね。私たちの部屋もそれぞれ赤と緑に着色だ。その配慮はいらない。家の外周もそれっぽい感じに塗っていくぜ。次は床ね。廊下とキッチンは共通のフローリング。トイレと風呂はタイルだな。私たちの部屋はそれっぽい色のマットにしよう。ちょこちょこっと手を入れて完成だ。全体の床を底上げして土台部分にしました。最後に土台を挟み込むパワー系建築。家がちゃんと機能するかのテストよ。私たちの分身を解き放つ時が来たわ。家に向かって移動し始めたぞ。マッチョ属性の椿さんは移動が小走り。どこへ向かっているんだ。何も指示を出していないので自発的に行動するのよ。自分の部屋を通過したぞ。どっちが誰の部屋って設定をまだしてないわ。そもそも娯楽施設がパソコンとテレビしかない家なのよ。それは悲しいけど600ドルしか予算がないからな。とりあえずベッドの占有権を設定して。とりあえず仕事を探すのよ。時給と休みの曜日が確認できるな。どの職種でも最初は下っ端なのよ。ついた職業によって出世のために必要なスキルが違ってくるの。夜間や休日などを利用して出世に必要なスキルを磨くのもゲームの目的の一つになるわ。筋肉の道を極めるためにサンドバッグを買ったけど、でかすぎて起きる場所がここしかなかったのだぜ。スキルが上がってくると殴り方も変わってくるのよ。今はびっくりするほどのヘッポコパンチ。フィットネスのスキルが上がったわね。キャリアの項目を見れば次の出世に必要なスキルなどを確認できるのよ。チカちゃんはどんな職業にする？私は怠け者特性を最大限に発揮してニートになるわ。働けよ。今の時代、外で働くだけではないのよ。約1日が経過した頃、この家の異常に気がついた。二人とも尿意を訴えながらも決してトイレに行かないのね。はい、トイレのドアが王の扉でした。要は男性しか通れないドアでトイレを封鎖していたのね。急いで普通のドアに変更するのだぜ。急がないとダムが決壊するのよ。普通のドア、普通のドア。間に合ったぜ。長時間のトイレ我慢チャレンジ達成によって自信がある状態のバフが得られたわね。アーチカちゃんが漏らした。家の設定ミスが招いた悲しい事故なのよ。あとカウンターテーブルが調理器具に近すぎて料理したり食器洗浄機を開ける隙間がないのよ。ミスだらけじゃねえか。プレイヤーキャラが就寝してしまったわ。操作キャラをチカちゃんに変更して、自分で作った水たまりは自分で綺麗に処理してもらおう。なんという屈辱。様々な作業に悪影響を及ぼすデバフが入ったわ。あとは寝るだけなので問題なし。ツバチカ。ニートがしょんべん漏らしたところで今日はここまで。もうちょっとだけゲームの解説するわよ。今作は PS4 や Nintendo Switch でプレイできる無料ゲームなの。無料なのか？レースゲームの部分は完全無料で提供されているの。
これは PC 版でも同様なのよ。確か DLC が山ほどあるんだよな。そうね、家具を追加するだけの安価なものから、職業やマップを追加するものなど様々な DLC があるわ。全部入れる必要はなくて、欲しいものだけをちょいちょいつまんで自分好みの環境を作るのよ。人によってこれは絶対いる、これはいらないって線引き型したようなのも面白いわね。順番に入れる必要はないんだな。もしプレイするなら PC 版がおすすめよ。その理由として本作の PC 版は非常にモッド開発が活発なゲームなの。正直残念なキャラクリ周りだけど、スキンと髪型を追加するだけでも大化けするのよ。でも導入が難しいんでしょう。システムを改変するようなものは設置場所が厄介なこともあるけど、髪型やスキンのような基本的なものはモッド用のフォルダに入れるだけで動くのよ。そいつは随分と簡単だな。自分で作ったキャラを自分で作った家に住まわせて経過を観察するだけで楽しめる人には向いているわ。その時点でだいぶニッチだぞ。あと PC 版ではお風呂で全裸になるの。これはデフォの機能で大事な部分にはモザイクが入るの。察した、モッドで消せるんだな。それはどうかしらね。やべえ、モッドを入れすぎると完全にアダルトゲームにはなってしまうわね。その事実だけで十分だ。ただ身長を変更するモッドとは相性が悪くて、そのあれよ、いろいろと位置がずれてしまうの。それ以上は言わなくてよい。マテにとって使用する家具もたくさんあるので、無理に身長を変更するとズレが生じるのは仕方がないのよ。髪型を増やせるだけでもキャラクリ勢には嬉しいもんな。基本的にはプレイ時間に応じてキャラは加齢していくので、いずれは寿命で死んでしまうの。子孫を残し財産を相続してプレイしていくのだけど、加齢はオプションできることもできるので、延々と同じ世代を眺めることもできるのよ。慣れてきたら隣人を改造して自キャラで街を埋め尽くしていくのよ。ほんと変なゲームだな。目標を決めて遊ぶもよし、何も考えずにダラダラ遊ぶもよしなのよ。最後までのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。また遊びに来てくれよな。またね。今回めちゃくちゃ疲れたな。それは椿さんが金曜の夜に森で進撃の巨人を見始めたせいよ。いや、あんなに長いとは思わないじゃん。最初に長いって言ったでしょ。私の中で長いアニメって50話くらいの認識だった。私の中では銀河英雄伝説が1単位なのよ。